SMH 始まるよ。はい、始まりました。 MH ラジオです。9回か。現在深夜1時頃です。はい、ちょっとね、チャッピーさん眠たいです。めっちゃ眠たい、もうほんまに、はい、そんなチャッピーさんと、私リーダーとです。はい、エルもいます。二人でやっていくんかなと思いましたね。ちょっとエルも眠たいですね。マジ眠たい。なんでやろうって言い出したのかな、じゃあ、みんなすぐ眠たくなっちゃう。何なんでしょう。まあ一個報告がありまして、ラジオの動画オープニングをね、ちょっと動画に変えてみて。そうですね。27回からですか。26回かな。あ、そうか、26回から。26、7、8がね、もう近々、っていうかキンキンにオープンしたんで、オープン、みんな足を運んでほしいなっていや運べへん運ぶってなんなん。まあ徐々に徐々にこのオープニングの方も写真を追加していったりとかして、まあできればねカメラとか使ってどんどん人の動きを出していきたいなっていう、ね、動画配信の方がやっぱり伝わるんでね、チャッピーさんがね、よちょくちょくあるんでね、動きで説明しようとするとこんなんでさーって手を動かすけど伝わらないって音声ではね、だからそれも動画やったらね、またより面白みが増えるんじゃないかなと思います。思いますなんで繰り返すの。まああとこの収録してるスタジオのエアコンがちょっと壊れましてそうですね、ちょっと今ね壊れてる状態、マジで寒くて、でこれ今26日でしょ、21日ぐらいから壊れてるて、マジで寒い思いしながら寝てて今頑張ってんのね、でまあ会社のマンションやから会社の総務課に問い合わせたら、ああじゃあそろそろ買い替えるかって言って、そろそろってね、壊れてんかすぐ買い替えてくるよそろそろ買い替えるかって言ってからの話が長くて、結局取り付くのが来週の日曜日2週間ぐらい経つな、ね、マジでどうしようと思って、ごまんと1週間頑張らないといけないですねこっからほんまに夜寒いよな。遅いね、遅いね、そう思ったっていうのはね、ほんまに遅い、まあそれのタイミングでちょっといろいろこの収録スタジオの配置とかもいろいろ変えていきたいなって思うから。音響ね、大事よね。音響とか、まあこれには音響どうでもいいですよね作業の場をね、ちょっとできるように、今こう座敷に座ってる状態なんやけど、まあ掘りごたつにね、掘りごたつでもない、掘ってない掘ってない、下の階の人天井びっくりするから、おお足あるみたいな、なんで繋がってる、掘りごたつじゃないやんけただ穴開いてるだけ、下に下の家もまあ社宅やから。うん、そうかもしれんけど、下手したらほんま下の階に引っ越せって言われるかと思ったからな。ああ空いてたら、ね、エアコンあるからって言われて、それ大変や、そんなのね、そんなん無理ですって絶対言うつもりだったけど、まあうまい具合にいいエアコンを買ってもらえることになったんで、よかったよかった、それ転売しようか、メルカリでメルカリで転売してもええけど結局エアコンいるから、ね、結局俺寒い思いして、だから安いの買おうぜだからハロゲンとか買おうよ。じゃあハロゲンとかもうほんまに買おうかなって思ってんけど、はいはい、もう季節が季節で多分すぐ片付けなあかんから、まあね、もう使わなくなりますね。そうそう、据え置きのエアコンの方がね、まあ、楽は楽で夏も使えますしね、これから。まあそこで私が提案するのが、お夏場羽をつけることで扇風機になって、冬場羽を外すことでハロゲンヒーターになる、これどうですか。ちょっと言ってみよう、よく分かんないですけど、えでも完全に別物やん、ハロゲンはあのハロゲンっていうあれを熱して出してるんであって、あったかいの出す部分がハロゲンですよね。で夏場はまあその部分は置いといて周りに羽つけて回すんやったらいいけど、その、ま、真ん中は特に無駄になるっていうか、スペース的にもすげえマジで説教されてるしかもあのね、ダイソーから出てたと思うよ、出てるんよな、冬はあの温風が出て、夏はその冷風が出るみたいな、あれな、風がねちゃんと出るみたいな、もう眠たくて頭が回ってない今ほんまに思いついたことしか言わんから、いつもそうじゃないですか、っていうか人間ってそうじゃない思いつかないこと言える人はあんまいないですよ。そう、ちょっと俺は何考えてるか分からんけど今喋ってるよって人あんまいないと思いますよ、ほんまにこんな眠たいことないで、こんなあるあるある、それはある、なんぼでもあるんですよ、だって昨日は寝たんやろ俺の顔見てみ
ほんまに目開か、まあ、開いてないやろもう。まあ目は開いてないけど、もともと開いてないってか、いつもそんなもん。それこそ動画で見せてあげたいぐらいやけど、そんなもんですよ、うん、友達によく言われるから、うん、ナイフで切ったような目しやがって道具やん。チッチッって言ってね、このナイフでボルデモートの鼻みたいな目しやがってみたいな感じでずっと言われるから、あくびすんなよお前や。してない動画じゃないからってずるいぞお前。エルさん思いっきりあくびしましたからね、あーあーあーって話してる間ずっと。いやあれはターザンの真似をしただけで。いや声出てる。一番大事な部分な、課長域じゃなかっただけな。そんなターザン嫌や。課長域じゃないターザンとか何も面白ないやん。ちょっと聞こえる人にはピーみたいな。なんか聞こえるな、なんかうるさない。ジャングルでは聞こえるんやな、なんかうるさいんやけどな。この映画サイレントのはずで、なんか耳痛いわって言って、気持ち悪い映画やわ。あ、じゃあ俺からもちょっと報告がね。あ、なんかあるんですか。昨日、あ、昨日というかね、2月24日公開の、あ、はいはい、あのアカデミー賞、はいはいはい、7部門のみで、あれですか、あれです、あれですか、ね、ミュージカル映画なんですけど、うん、船を編む、違う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 、それは辞書作る話な。全然戻るとこない、一個も戻らへん主人公。それ一番苦手なタイプの話。7巻って何やったっけ。まあ、今から 今から、ね、昨日、まあまあだから昨日というか、まあまあ24日からですね。そうです、公開の日本公開の映画、うん、そう、あ、アメリカでは去年やったよ、うん、で、ミュージカル、最近の最近やったアカデミー賞で7部門、うん、なんかタイタニックに並ぶかな、なんか、うん、すごい、ほんとすごいっていう。マダガスカル、わいつの話やって。まあミュージカルといえばミュージカル、まあ、踊るの最高って言ってましたね。あれ好きでしたよ僕。あれ楽しい、ブンムブンムーベみたいな。何を覚えてるな。マニアックも覚えてるな。リスザルのね、あの王様ごっこみたいな、あれ好きでした。ね、今日見てきました、はいはい、タイトル、タイトルララランドです。出ました、はい、あれね、話題ですね。僕も見たいなと思ってるんですよ、はいはい、ね、そう、いい俳優といい女優が出てて、ね、そう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 、女優さんがね、確かあのエルさんがすごく好きなね、俺は本当すごい好きな、あのエマストーン、エマストーンさんね、あのアメージングスパイダーマン、うん、ああ、あと小悪魔はなぜモテる。いや、それは結構ね、あんま日本ではメジャーじゃない。何ってなる。あ、エマストーンか。エマストーン、エマワトソンやと思ってるの、うん、あ、それハリーポッター。危ないの方かと思って。日本の声優の話やね。そんなに振り回したら危ない。危ない、そんな感じだったっけ。そんな気持ち悪いやつやったっけ。危ないのミュージカル、違う違う、ウィンガーディアムレビオーサよ。よ、あなたのはレビオーサ。なんならあれ見てたもんね、レビオーサでもなかった。ロン、そんなおかしな感じでもなかった。結構ちゃんと言うてたよ。エマストーンか。エマストーン、アメスパーンの。何、アメスパーンって呼んでんの。アメスパーンのエマストーン。アメスパーンって呼んでんの。アメージングスパイダーマンをアメスパーンって呼んでんの。アメスパーンでしょ。どこで切ってんの。せめてアメスパやん。アメスパーンのエマストーン。お前エマスパーンって言ってたから私。違う、もう頭が、頭、脳が溶けてるんやもう。あ、あとね、アカデミー賞取ったので言えばバードマンに出てる。ああ、そうですね、エマストーンはバードマン、あの去年のねアカデミー賞で。これまたすごい、うん、あれもミュージカルの話だったね。まあ一応そうやね。ああ、うん、そうやね、ミュージカルっていうか、あの何、ほぼほぼブロードウェイの話。そうそうそう、主人公がね、ブロード、もともと俳優で、はいはいはい、あの主人公はだから アクションというか、そのヒーローものの俳優、ね、うん、ああそう、元、そうそう、バードマンっていう、それで有名になってんけど、まあまあそんな演技力ないからとか言って、うん、すぐ売れへんようになってんけど、それが人生の再起をかけてブロードウェイに挑戦するみたいな。うーん、それをまあまあワンカットに見える、まあまあ繋ぎ方ですごい、ずっと、え、同じなんかなみたいな、ずっと同じカメラでずっと撮ってんのかなみたいな風に見えるっていう撮り方で、まあそれがすごい脚光を浴びて、まあ、アカデミー賞の、作品賞は違うかな、なるよね、なんか撮りましたね、うん、すごい話題になって、それに出てるあのヒロインが、まあ、エマソンですね、主人公の。エマソンも今かなり来てる、来てますね、いろいろ出ますね、確かに。あと、もう一人その相手のね、うん、エマソンはヒロインで、うん、で主人公扱いかな、まあ、なるのが、ライアン・ゴズリングっていう。そうですよ、これも俺の大好きだね。あれもイケメンですしね、うん、芝居もいいですしね。ライアン・ゴズリングはあの第何回、5回ぐらいで言ったんかな、俺がブルーバレンタインっていう映画、はいはいはい、あのただただ普通に恋愛してただ離婚するだけっていう、離婚するやつな。なんかね、明るい話しようってのは、ね、めっちゃ暗い映画の紹介されるっていう、なんかそんな回ありましたね。ただただ
まあ、綺麗な男女が結婚す、うん、恋をして結婚するんやけど、なんか年取って離婚する。そう、それだけの映画なんて虚しい。まあリアルですよね。俺あれ大好き、うん、大好き。ちょっとゆるさんのね、歪んだ部分で、ね、歪んでるから垣間見えたかなと思いますけど、まあ、そんなミスト名作やというか。いやミスト名作。まあまあまあ好きな人はすごい好き。俺もまあまあ嫌いじゃないけど、まあ終わり方がね、いろいろ賛否両論ですよね、うん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 、なんかしっくりこうへんみたいな人もいますし、あの胸くその悪さ。まああれがいいっていう人もね。そうそうそう、キングが嫉妬したっていうね。あの原作のね、原作のスティーブン・キングが映画のミストを見て、うわーこっちの方がいいって。スティーブン・キングさんね、いっぱい実写がされてるけど、なんかいっぱい文句つけてるらしいですね、うん、実写がされたのにこんなんじゃないって言って、俺の書いた小説こんなんじゃないって。ね、スタンドバイビーね、うん、あれはかなり初期のね、うん、スティーブン・キングの作品で映画化されてる、うん、スタンドバイミーとグリーンマイル、グリーンマイルとショーショーシャンクね。ショーシャンク、うん、全部一緒やん。うん、全部ちょっとしか出へんちゃう。ショー。まあそう、スタンドバイミーもね。あの、ね、見てキングは泣いたっていう。泣いた。泣いたけど、なんかもう結構後の方のインタビューで、うん、俺はまだ実写化で一度も認めたことはない。泣いた。泣いたのにやな。すごいな。すごいよね。まあなんか。プライドなんでしょうね、自分の作品に対するそういうあるんでしょうね、うんうん、まあまあそれぐらいね、この自分の作品強い思い入れがあるんでしょうね、やっぱり頑張って作ったっていう、我々のね、そういう作品をどんどんね、人からこうなんかね、実写化されるような作品を作っていきたいですね。まあね、うん、頑張りましょう。まあそれでそのライアン・ゴズリングの話じゃないけど全然関係ない話で、今ライアン・ゴズリングがすごいね、すごいいい人で、うん、すごいいい俳優、そのいい俳優さんという意味ですか。その多分ね、ライアン・ゴズリング自体が、はいはいはい、バッドエンドが好きなんかな、本人自体が。あ、うん、そういう映画にたくさん出てる。そうそうそう、ドライブっていう映画があるんやけど、それではあのすごい無口で、うん、ほとんど喋らんけど、すぐ相手をボコボコにする切れた野郎やね、すごい最高野郎、最高野郎や。で俺もまあね、ある映画評論サイトみたいなのに、うんうん、登録してて、でそのドライブっていうのを見た後、うん、評価でまあ結構いい星をつけた後、はいはいはい、めっちゃ強い無口なサイコ。映画の内容全く伝わらない、ね、キャッチコピーがすごい。誰のことってなる。まあそのね、2人が出てるっていう、うん、ララランド、うん、どうでした、面白かったですか結局。ミュージカルシーンと、うんうん、あと曲自体がすごい、うんうん、なんかね、曲があれでしょ、ミュージカル映画ではもう最近ではもう本当に珍しい、全部オリジナル、うん、そうそうそう、全部、ああそう、ほとんどオリジナルで、今まではだからレ・ミゼラブルもそうですけど、昔の原作があって、まあ、舞台とか、うん、そういうのからまあまあ引用してるっていうのは大半やけど、この映画はオリジナル映画、ね、全部オリジナルの曲でやるっていうのはすごいって、うん、そうだね、ミュージカル部分は全部オリジナルだね、うん、それが結構話題も読んでみたいな、でその主演のライアン・ゴズリングはもうちゃんと自分でピアノ弾いてるっていうね、そのピアニスト役やねんけどね、すごい。で自分でピアノ弾いてなんかジャズをね目指す、そうそうそうなんですよね、多分。俺ミュージカル嫌いなんやけど、俺、うん、そういう人でも楽しめるんでしょうか、はい、まあそのミュージカルシーンは全然いいと思う、うん、どうなんですかね、そのミュージカル嫌いっていうのはなんか見たことあってのあれなんですか、トラウマがあるとかこういう、まあディズニーかな、ディズニーやね、うん、ディズニーはまあミュージカル、ディズニーミュージカルでしょ、まあその本当にね、最初のディズニー映画っていうのはまあミュージカルですけど、プリンセスが出るやつは大体、まあ、そう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 、まあ俺その頃のディズニーはまだ嫌いじゃないんやけど、うん、どの頃のディズニー、 3D になってから、ああ、あでも大体ミュージカルよね、俺だからディズニーでも好き嫌いあって、うん、本当に好きなディズニーはアラジンとか、うん、ライオンキングとか、うん、ミュージカル、ミュージカル、いやいやいや飛ばすから、そこそれ飛ばして何がおもろいやん、ご主人様とか飛ばすから、何がおもろい、覚えてるやん、飛ばしてないめっちゃ聞いてるやん、あの頃のディズニーは好きやったよな、いやそれだからミュージカルが嫌いじゃん、 3D アニメが嫌いやん、うん、その後なんかからなんかから 3D になったんやん、まあ、うん、ラプンツェルかな、ラプンツェルぐらいか、うん、かあのアナ雪とかも、うん、一応見てるけど、うん、見てんねや、あんまり面白いなとは思うでそれミュージカルがどうなんじゃないでしょ、いやだから俺そういう映画とかも全部あれやから、もう何話の内容だけ分かればいいから、話合わせるためにな、まあそれや、まあ東進の塾みたいに 1.5 倍で全部再生して90分が60分で終わらすから、まあまあ映画よく見る人はよくあるあるなんでしょうね、
いや、何の思い入れもなく見るから。ミュージカルが好き嫌いとはちょっと関係ない気がするけど、嫌いなんかな。嫌いやな。レミゼラブルとか見ました？見てないです。あれなんかザ・ミュージカル僕結構好きでしたよ、うん、あれ良かったですよね。あれストーリーもいいから。そう、はい、なんか名前めっちゃバッドエンド、うん、いや俺名前の区切りがちょっと苦手やな。ね、レで切れんの、レで切れんのがちょっと、どこで切れたらいいの。レミゼラブルがいいの。レミゼラブル、いやあんま変わらんやろ。レミゼラブルの方がよくない？それやつ、いや意味がわからん。いや意味がわからん、それフランス語やろ。意味も何も、レはちょっとな、レ自体にそんな意味はない。そうそうそう、ザみたいなこと言う。レミゼラブルならちょっとまあ、いやその方がわからんよ。いやそれはもう相撲寿司とかで一緒やで外国人。なんで相撲なん。いや相撲やからやん、うん、ってなる。でもそういうところよな。どういうところやね。あ、じゃあもう根本的に嫌いな、根本的にミュージカルはフランス語が無理みたいになってるからね。フランス語も苦手、うん、フラ語はな。でもレミゼラブルなんかめっちゃね、ほんとみんな悲しい。それでもこう歌をね、歌うことでこう希望を持って生きていこうっていう、うん、すごい悪いことばっかりやけど歌が希望を与えてくれるみたいな、そういうまあいい、まあポジティブはポジティブですよね。レミゼラブルはね、うん、すごい結構良かった本当。ただまあ僕映画館見に行きましたけど、ほぼ女性っていうね。あ、女性か、まあ、C っていうなら1割ぐらいカップル。あで、あとおじいさん、なぜか5人ぐらいおじいさんが点々とされてる。で多分20代僕1人やったんじゃないですか、男子1人で。よく把握できたなその映画館の。いややっぱり気になりますよ。いやだこう座った時にね、前がもうみんな女性で、おえと思って振り返ったらほぼ女性なんですよ。でその時にパッと見ました。ええってなって、どういう割合ってなったらそんなもんでした。あちらほらなぜかおじいさんがおるっていう。なるほど、ね、多分それ映画通みたいな人なんでしょう ねきっと。多分すごい昔から見てるみたいな、うん、それもあれやな、ちょっと映画見に行きたいな。そしたらララランドがいいんじゃないですか。僕見たいですよ、うん、あ俺の評価が入ってないから。 3D でしょ。違うよ。実写映画やから。だって俳優さんって言ってるやん。なんなん、俳優さんを使って 3D アニメでやってんの。え、あの なかったっけ、なんかあのズートピア。あ、そうズートピア。それディズニーのね、うん、ズートピアなんてことも言ってん。一緒やと思ってて、ウサギが踊るんやったあれも。だからあれでしょ、ミュージカル系でしょ。いや全然そんな、だって歌うシーンないの。え、ご主人様的なやつじゃないの。いや歌うシーンあるよ。あるけどそんなライオンキングほど歌わへんやん。そうそう。であれはほんまストーリーがめっちゃしっかりしてるから、サスペンス映画みたいなストーリーしてる。マジで、マジマジ、どんでん返し2回ぐらい。でなんかのテーマも人種差別やったり、そういうの結構こう重いテーマをちゃんとこう描いてるみたいな、うん、ズートピアすごい。あ、まあそれでララランド、はい、そんな話聞きたいですよ。ごめん、ずっとミュージカルが腰折るん好きなんですよ。ほんま、はい、まあララランド見ました、うん、はい。僕はね、すごい映画の評価ってな、甘めんだよね。あ、そうなんですね。だいたい褒めちゃうタイプ。だいたい褒めるよね。けどまあなんかなんやねんと思ったら、うん、まあゼロとかつけるんやけど。厳しい厳しいよ、ゼロは厳しい。普通のコメディとかやったら、あーはーはー、あーはーはー、面白い 3.5 とかつける。まあ甘いね、うん、その感じで 3.5 甘い、面白いで。でまあそれめっちゃいいなこれとか思ったらまあ今日 4.7 以上すごいよね。もう 4.7 とかね、もう5でええやんっていうぐらいの。そうそう、5点満点だよね、うんうん、ほぼもう。でララランドは 3.5 です。面白いやん。まあコメディやったよな、普通の。まあまあ面白い、まあ、まあ甘口で面白いぐらい、うんうん、いいんじゃないっていう、うん、そうそう、そんな感じ、そんな感じ、いいんじゃない、うん、そのミュージカル部分と音楽部分はいいねっていう、うん、ストーリーはまあ別に、うん、ストーリーないよ、まあ、そのちょっと森本レオみたいな喋り方、ストーリーあんまないね。ストーリーは別にまた別の話、面白くない。トーマスって。トーマス、そのストーリーは面白くない。トーマス喋ってんの。でもさ、この前さ、俺ね、六本木行ったわけよみたいな。トーマス、その話聞きたくない。ポッポーポッポー。それみたい。俺その回のトーマス朝6時半でも起きてみる、起きてみるな、めっちゃ面白いってなる。トーマスがゴードンに、この前さゴードンちょ聞いてよみたいな、めっちゃやばいよあれって言って、レオさんもさ、あの聞いてるって言って、なんか上の方向いて、レオさん聞いてるかなって言って、聞いてない。聞いてない、聞いてないんやってなる。わちょマジないわ、レオさんほんとないわって、何してるやんって。シュールなトーマスみたいね、一回ね。ちょっとなんか映画を行こう、映画見に行こう。いいよ。ララランドいまいちなんでしょ。ララランドはやめとこ。じゃあ何がいいの。
トレインスポッティング2が出る。ああはい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 、いつですか。まあ今年夏やと思った。ああ結構先ですよ。結構先やね。まあね、今おすすめない。今現時点で、現時点でおすすめ。すげえ顔してる。うわもうすげえ気色悪い。気色悪い、ほんまに気色悪い。ええ正直なこと言ってみ、キスしたい。その唇だけそぎ取りたい。ケバブみたいにしたい。今やってんのかな。なんかあの X メンのローガンっていうのやるらしいね。はいはいはい、あまたね、あの最終章かなあれが。だからあのローガンの話みたいな、ウルヴァリンの、うん、ウルヴァリン何回死ぬの。いや基本的に死ぬというか死なへんのよ。あいつは死なん、一回死んではないのよ。不死身がまあ能力やから。あでもマーベル系というかその今回最終章なんでしょ、うん、あれで終わりみたいな、ね、うん、うん、最近やともうちょっとやるとなんかあれかな、なんかおっしゃアサシンクリードとか。アサシンクリードってなんかゲームじゃなかった。そうそう、うん、それが映画化されてるらしいよ。だから過去に行ってその歴史を変えるみたいな。へえ、そういうの好き、うん、私でしょ。だから私そういうの好き。なんだおすぎさん。あふつけて。ドクターストレンジいいんじゃない。ああそれ見に行きたい。それ見に行きたい。マーベル系のドクターストレンジ魔術使うで、ね、もうやってんの。もうやってるよ。結構前からやってるのか。そうそう、まだやってるっていうか1月20何て書いてあるけど、1ヶ月前やから。あでももしかしたら、まあまあ人気作品はね長いですよ、うん、君の名はなんかずっとやってるもんな。まだやってるの。で思いながら、まだやってるよ。まだやってんの。もうええで思いながら。ドクターストレンジみたいですね。なんか映像とかすごいんでしょ。なんか CM で見たけどすごい、なんかもう時空こんなんもうぐちゃなってたよ。そうな。あのシングっていうのがさっきなんか違った。あそれ来月公開。めっちゃ目指してる。そうそうそう、だそれがそれのことかと思って。ああ違う違う、ララランド違う。で、あの動物っぽいやろ。ああズートピアっぽい。ズートピアっぽいやろ。あそういうことね。ただ声優が内村こう照吉やから、うん、うっちゃんうっちゃんやからちょっと気になるなと思って。いやそれはないよ。うっちゃんファンなん。うっちゃんファン俺。うっちゃん声優やってから見に行くっていうのは完全にミーハーやん、それは。別にうっちゃんストーリーに関わってこへんで、そのうっちゃんやからどうってかないで、うん、でもうち P じゃないから。うっちゃんがプロデュースしてるわけじゃないから。うっちゃんと恋人ヒットマンじゃないから、ね、長澤まさみでしょ。うっちゃんとちょっとそこだけ、うっちゃんがどうのこうのまあまあまあ、まあ、そうじゃないからね。ただ声をやってるだけやから、うん、何の意味もない。あのシーン、歌のシーンはね、うん、元まんまやし。まあ、うん、あそうなんすかじゃない。だってラップのシーンとかいろいろレディーガガやるんじゃないですか。でもマジで うっちゃんとか歌うからちょっと気になる。そのためにだわざわざ日本の声優だから、そうそう、あの有名な人使ってるんじゃないですか。それはやめといた方がいいんじゃないかな、うん、だから大体日本のそういう日本版のミュージックは残念になるやん、うん、うん、ってそのやめとこ、そうやめとこって俺らに言われて。いや別に見に行かへんよ。見に来た言うててん。ストレンジのドクターの？ドクターストレンジな。まあストレンジのドクター、それ系見に行こう。ストレンジのドクターではないよ。ストレンジがドクターよ。ストレンジのドクターは誰か知らんおじさんよ多分。昔通った病院の先生とか。それストレンジ先生でしょ。だからストレンジ先生はドクターストレンジでしょ、うん、ストレンジのドクターは誰か知らんよ。ドクターストレンジのドクターになってるから、それは。よくわからん。お前や、お前や言うて。見に行きたいですね、あれ。それはちょっと気になる。あれマーベルやったっけ。マーベル、マーベルは基本的にまあ外れないですよね。あ、ほんまスーパーヒーローや、うん、見てそんな外れないですよ。魔術やしな、俺の好きな。あ、そうなの。魔術系好きやもんね。エマ・ワトソンとか言っちゃうんですよ。あ、ほんまや。あれやるやん、エマ・ワトソン。ディズニーの美女と野獣。そう、マジで実写化の美女やる。まあ美女や。美女やる。野獣は？野獣はまあ CG や。CG な。いやさ、野獣の部分はね、それおかしいやん。リアルに人が出てきて野獣ですって言っても失礼極まりない。ボブサップ出てきて野獣ですって言われても、いやまあ野獣って呼ばれたけどってなる、まあ。ディズニーの実写化はちょっと興味あるな。あ、そう。俺102とか101とか結構好きやから。ああ、まあ自社版のね、うん、はいはいはい、あの最後ケーキにされるやつ。101って呼んでんねん。クルエラがケーキにされるやつ、うん、はいはいはい、あ、そうなの、うん、あのアニメではすごかったよね。あの最後のシーン、なんかあ、じゃあ101じゃない、101はアニメでやったんか。で102が実写やったんや。あ、そうやったの、うん、ああ、超面白い、うん、へえ、ケーキにされる。まあ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 面白いかな、うん、いや、あのね、ディズニーのあのシーンっす。ディズニーやったっけ、あれディズニー、ディズニー、あのシーンめっちゃなんか良くなかった。
車でこう必死の形相で追いかけるあのアニメ、アニメはね、うわーって歌舞伎みたいなさ、怖い怖い、あれすげえと思った。あれ、日本の歌舞伎を取り入れてるらしい。あ、そうなの。嘘です。シーっていうのは手塚漫画とかじゃないですか。多分その辺は、でもその辺は多分取ってると思う。うん、手塚漫画はね、本人が言ってますからね。うん、ジャングル大帝はもうパクったよ。うん、ジャングル大帝パクったよ、俺って言ってるから。あれ、ライオンキングがパクったん。そう。ライオンキングじゃない。なんか白いやつもあるよ、ディズニーの。ね、白いライオンのやつあるよ。そうやったっけ、ジャングルキング、え、何、ジャングル大帝が手塚治虫の漫画で、ライオンキングがジャングル大帝をパクったっていうのが、そう逸話じゃないですか、有名な。で、手塚治虫はいいよって、別にいいよ、好きにしたらって言って、うん、別に面白いしって、うん、いいんじゃないって言って、まあ、手塚さんもね、ミッキー漫画に出したりしてるだから、まあ、なんかもうお互いの公認みたいな、公認キャラクターもう好きに使っていいやみたいな。あいつすごいな。まあ緩い時代ですからね、そんな、うん、著作権がどう、今もディズニーはほんま今アホみたいに厳しいですけど、うん、昔はもう何も、あ、ほんまにライオンキングやね、うん、そう、うん、ディズニーで思い出した。だから、ライオンキングを見た日本の人が、え、まんまジャングル大帝やんってなったっていう、うん、ディズニーなんやけど、ミッキーっていうのは一番最初のキャラクターじゃないんよな。あ、そうなの。ウォルト・ディズニーの中では。何が最初？オズワルドっていうキャラクターがおって、うんうんうん、それはあ、ミッキーっぽい、あ、ネズミのやつね、ケルミン殺した。そのオズワルドじゃなくてあのオズワルドっていう、なんかウサギなんかネズミなんか分からんけど、うん、なんかそういうキャラクターがいて、それが元も一番最初のキャラクター。メリー・ポピンズじゃないの？ん？メリー・ポピンズじゃないの？分からん。俺はスノーホワイトやと思っとったんやけど、スノーホワイトはディズニーじゃないかもしれん。あれはだって昔話、童謡ってやつですよね、うん、俺はでもあの絵はディズニーなんかなって思ったんやけど、あ、違いましたね。オズワルドが一番最初の、オズワルドが、いやマジねんって、うん、いやまあそりゃそうなんやけど、別に殺しもしてないし、うん、殺しもオズワルド、ね、うん、いやケネディを殺したのはオズワルドですよ。オズワルドじゃない。それもそれも違うやろ。確かにいろんな説は、そういろんな陰謀がね、やっぱり大統領を殺すって大変なことですからね、うん、すごいいろんな噂があります、まあね、トランプもね、そうですね、怪しい、うん、ちょっとトランプさんもね、もうそろそろな、噂があるんで、そろそろ怪しい。まあでもそんなね、なんか気に入らんことがあったら殺すみたいな、そういう物騒なことはあんまりね、うん、そうだね、やめましょう、うんうん、そのためにまあまあちゃんと法律があって民主主義があるんですからね、それに乗っ取って頑張りましょう。そう、レ・ミゼラブル以降のね、うん、人民がね、そうレ・ミゼラブル見ましょう。興味ないということで ねミュージカル嫌いのチャッピーさんでした。じゃあ俺ミュージカル嫌いやもん。好きになれよ。ちゃうじゃないやん。じゃあそうやん、好きになる要素がないだから別に俺ミュージカル嫌いのチャッピーさんでしたって言ってるのに、ちゃう、ミュージカル好きじゃないもん、わけわからんこと言ってる。違う、俺はミュージカル好きじゃない。だからそう、俺はそう言ってるやろ。ほんまドクターストレンジのドクターやで、こいつほんま。ストレンジの方言うてくれよ。ストレンジのチャッピーやで、お前。誰やそれ。ほんまにわけわからんですよ。はい、このね、深夜に及ぶ、うん、長い第録音っていうんですか、うん、いや、録音に大きい小さいはないと思います、うん、俺の編集次第やから、ね、やたらでかい音で入ってたらごめんなさい。俺はちっちゃくして大きくしてるから編集の時っていうね、ほんと、もう我々必死でこれ作ってます。急に必死感出してきた。本当にもう、眠気を我慢して、さっきも、うん、チャッピー鼻血出たし、出てません。俺は地平道入ったし、入ってません。あなたあくびしてただけです。あーって、リーダーは血尿出ましたよ。いやいや、俺が一番なんかヤバそう。胃に穴が開いて内臓が全部ケツから出てくる。いやいや、別に胃に穴が開いても内臓出てこない。俺別に食道に全部内臓詰まってるわけじゃないから。そういうもんじゃないから、俺の食道内臓って別々のところにあるんで大丈夫ですっていう。29回、おやすみなさい。はい。さようなら。